アルパーク東,東と西とアルパークは広島県広島市西区にある複合型大型ショッピングセンター、三井不動産、富士田などの民間企業と広島市が商工センターと呼ばれる流通団地の一角を開発し1990年4月27日にオープンした1992年から2019年11月30日まで 三井不動産商業マネジメント株式会社に運営を委託していた店舗棟の東棟、西棟、北棟、駐車場棟の南棟で構成されている。テナント数は173店舗。施設の建設は藤田が行っている。2008年の東島リニューアル及び北棟の設計は東京ミッドタウンなどの再開発などで活躍してきた建築家、シ清水が手がけている。 2009年4月、北島の増殖で、東島、西島などと合わせ、中国、四国地方最大級の商業施設となった。2019年5月31日付で、アルパーク運営元の三井不動産グループが、三棟の内東島と西島を、大和ハウス工業に売却している。残る北島については売却の発表はされていないが、11月30日付で、 運営会社が完全移行している。東島、編集アルパーク東島アルパーク新館地下1階、地上10階建ての建物。開業当初からある建物で2000年に建てられた新館と一体化している。メインテナントはスパークアルパーク店。開業当初はヒロデンストアがメインテナントだった。メインテナントの他は専門店街、セントラルフィットネスクラブ、医療施設と、 アルパークバスターミナルで構成されている。東塔の入り口通路に設けられていた、長さ50メートルのアーチ型水槽による水族館、アクアーベニューはオープン当初から人気を集めていたが、1998年2月1日に閉鎖された。6階にアルパークシネマもあったが、2009年に閉館している。また、2階の北側で入り口付近に設置されていた。 メリーゴーランドも2005年3月に撤去され、アルパサージュとして整備されている。以前、東東地下1階1階にヒロデンストアがアルパークヒロデンとして出店していたが、ヒロデンストアの運営する食品スーパーであるマダムジョイの閉店により2013年に完全撤退。跡地には同年スパークが出店した。撤退前にマダムジョイは売り場面積縮小を経験しており、生じたスペースは 改装時にフードコート、アルタマールなどに再整備された。2000年10月に、東島隣日常4階建ての新館がオープン。東館と一体で店舗を構築している。2008年10月10日に、アルパーク大変身計画の第一弾として、リニューアルオープン。この大変身計画は開店以来初めてとなる。大掛かりな改装で、入り組んでいった通路をわかりやすく整理し、 通路は大幅に広げられ、回遊性が増した。また、以前へ買いや方、新館2ゾーン分けられていたエリアは、アルパーク通りを挟んで、山側がグリーンサイド、海側がブルーサイドにエリア分けされた。2013年4月25日に開業以来、メインテナントとして構えていたマダムジョイが撤退し、新たに地元のスーパーマーケットチェーン、スパークアルパーク店が開業。 2014年2月28日から4月25日にクリスピークリームドーナツなど広島県内初出店を含む27店舗の新規開業及びリニューアル開業を順次実施。このリニューアル時点で東東と新館合わせて151のテナントとなった西東編集あるパーク西東地上4階建ての建物開業当初からある建物でメインテナントは 天馬屋広島アルパーク店、メインテナントのほか、レストラン街、グルメタウン広越、広志文館、屋内遊園地、日経ピュアキッズ、もみじ銀行で構成されている。かつては日本の各自動車メーカーの展示場だった。屋上にアルパークドライブインシアターアウルがあったが、2005年に閉館している。2019年7月26日、天馬屋は、 広島アルパーク店を2020年1月31日をもって営業を終了すると発表した。そして予定通り2020年1月31日午後8時をもって営業を終了した。同日行われたセレモニーでは東島と西島を結ぶデッキを埋め尽くすほどのギャラリーたちに見守られながらシャッターがない代わりにメッセージの書かれたカーテンが下された。また、この閉店により 西島からは2階の屋外にある花屋を除きすべてのテナントが撤退した。今後について運営元の大和ハウス工業は商業施設として運用するとしている。北島、編集アルパーク北島、アルパーク大変身計画の第二弾として、東島に隣接する西部埋め立て第四公園を挟んだ敷地に建設され、2009年4月24日にグランドオープンした。 北東建設前は朝日住宅展示場の跡地と従業員駐車場だった。敷地面積は約2万66平方メートル。地上4階建てで1階は飲食店や大型スポーツ専門店、スーパースポーツゼビオなどが入居している。2階は大型複合専門書店、双葉図書が入居し、3.4階はシネマコンプレックスの109シネマズ広島で構成されている。 南棟、編集アルパーク南東東東の南側にある駐車場棟、東棟と通路で接続している。詳細については、ショップガイドを参照。現在改装中、店内へは入れない。あるポイントカードを発行しており、ノンクレジット版とクレジットカード版が用意されている。買い物した時に、ポイント発行される。2012年現在では、タノララポート、 ララガーデンと共通の三井ショッピングパークカードに移行している。あるポイントカードと同じく、ノンクレジット版とクレジットカード版の二つがある。あるパーク専門店での買い物で100円につき、現金支払いで1ポイント、クレジット支払いで2ポイント発行。三井アウトレットパークでも、クレジット支払いでポイントが貯まる。なお、引き続きあるポイントカードも利用可能。 あるポイントカードが2019年11月下旬に廃止されることが決定した。今までは500ポイントイコール500円分のお買い物券として利用できたが、2019年7月下旬より1ポイントイコール1円にて利用可能になった。廃止後はポイントの換金、利用ができなくなる。詳細日時は今日現在不明。映画館施設が整備されている109シネマズ広島は、 アルパーク北東3階4階にある映画館、北東のオープンに合わせてオープンした、中止国発の109シネマズ進出となった、旧スクリーンあり、一番入場人数が多いシアター、4が426人収容で、旧スクリーン合計1470人収容できる、2016年7月、新たに4デラックスを導入した、アルパークドライブインシアターウル、 編集アルパークドライブインシアターウルはアルパーク西東屋上にあった映画館。開館当初は神奈川県より西に唯一あるドライブインシアターだった。席数100で通常料金は1台1名1600円、1台2名以上の場合3200円だった。映画の音声は FM ステレオラジオで受信する方式を採用していた。2005年11月25日をもって閉館した。 最終工業はステルスだった。閉館後は駐車場となった。アルパークシネマ、編集アルパークシネマは、アルパーク東東6階にあった映画館、常磐工業が運営、経営していた。座席数は、シネマ1が176席、シネマ2が214席。常に洋画とヒット予想の高い邦画を数多く上映していた。主な上映作品は、シュレック。 ロード・オブ・ザ・リング、ブラザー・フット、ダヴィンチ・コード、リミット・オブ・ラブ・ミザル、バイオ・ハザード3、ウォン・テッド、レッド・クリフ・パート1など、2009年4月12日をもって閉館した。最後の上映作は、シネマ1がマンマ・ミーヤ、シネマ2がオーストラリアであった。最寄り駅からは、ペデストリアンデッキで接続されている。このペデストリアンデッキは、海と島の博覧会の開催時に整備された。 1> 東島1階部分にバスターミナルが設置されている。案内状の名称は、アルパーク、乗り場、編集ただし、午前6.7時台のみ、西島もみじ銀行前のバス停に停車する。アルパーク臨時駐車場常設駐車場には3棟、合わせて2000台収容できる。東島への入庫は南島から行う。料金は4時間までは無料。それ以降は30分200円。 20時以降から翌日8時までは1時間100円になる。また、買い物などにより無料時間が延長される。常設駐車場とは別に、土曜、日曜、祝日には、国道2号沿いに3カ所ある、京線300台収容の平面の無料臨時駐車場が開放される。常設、臨時を合わせて、合計3300台収容できる。ありがとうございます。